はい、皆さんこんばんは、ドローンおやじです。今回はですね、 DJI Mavic 3 Pro、こちらの方がまあ噂通りですね、発売されましたので、そちらの方をご紹介していこうと思います。はい、ということで、その瞳に新たなインスピレーションをということで、まあ新たにですね、Mavic 3 Pro という形でリリースされております。噂通りという形でですね、3つのカメラが搭載された Mavic 3といった形になりますね。新たに中望遠レンズですね、こちらの方が加わっております。はい、まあ一応デュアル望遠カメラという形になっていますけども、3倍相当と7倍相当の望遠カメラが備わっております。はい、そしてシネプレミアムに関しましては、三眼カメラともにですね、 Apple フロレスの方に対応しております。最上級の撮像性能を誇る三眼カメラということで、今回ですね、多分ドローン史上初になるんじゃないですかね。こういった空撮用として3つのですね、カメラレンズをですね、組み合わせたようなカメラユニットとなっておりまして、このようにですね、まあ非常にちょっと個性的な外観を誇っていますね。で、まずはメインカメラとなるのが、フォーサーズの CMOS ハッセルブラッドですね。こちらの方は、以前の Mavic 3と同じスペックとなっています。そして新たに加わったのが、こちらの 1.3 分の1インチの CMOS 中望遠カメラという形になります。そして、まあ以前から備わっておりました2分の1インチ CMOS の、望遠カメラということになっております。中望遠カメラの方がですね、こちらに書いてますけども、広角3倍ズームで F2.8 の48メガピクセルという形になっておりまして、もともと搭載されておりました2分の1インチ CMOS の方は 166mm、35mm 換算の7倍ズーム、そしてハイブリッドズームで28倍までということになっておりまして、F 値がですね、若干変わって 4.4 から3.4 に変わっております。そして12メガピクセル。のカメラということになっております。そして異なる焦点距離での撮影ということで、こちらが2分の1インチのサブカメラで撮った映像ですね。そしてこちらが新たに加わった 1.3 分の1インチのカメラで撮った映像、それからこちらがハッセルブラッドのメインカメラで撮った映像となっております。まあ、その他ですね、建造物とか、あとは野生動物とかで比較をされておりますけども、まあ、このような形でですね、一つのドローンで違ったですね、捉え方ができるといったところが、まあ、今回の Mavic 3 Pro の最大の特徴になるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、メインとなるのはもうハッセルブラッドカメラですので、こちらの方はですね、Mavic 3とほとんど変わりがありませんので、飛ばしたいと思います。で、新たに加わったこちらの 70mm の中望遠カメラ、3倍相当の望遠カメラになりますけども、こちらでダイナミックの構図をということで、まあ、こういった形でですね、幅広いテーマ、シーンで活躍できますよということで書いてあります。まあ、これまでですね、3倍というと、メインカメラのデジタルズームで対応していたものが、このようにですね、1.3 分の1インチのセンサーで、ズームなしに、撮ることができるといったのがですね、特徴になるかなというふうに思います。はい、で、こちらのですね、特徴といたしましては、4K60fps で撮影できるとともにですね、10bit の Dlogm にも対応しております。そしてさらにですね、HLG にも対応して、ハイパーラプスにも対応しているということで、この辺はですね、Mavic 3にはなかった機能になりますね。3倍相当の 4K60fps、そして 10bit Dlogm。この辺はもうメインカメラでデジタルズーム撮るしかなかったんですけども、今回からですね、この中望遠のサブカメラで、ズームなしにこのようなですね、機能を使うことができるということになります。はい、まあ、こちらの、そして2分の1インチのですね、CMOS 望遠カメラの方はこれまでと変わっておりません。ほとんどスペックとしては変わってないんですけども、F 値としては 3.4 になりましたので、少し F 値の変更が加えられております。はい、で、こちらもですね、広角7倍ズームでの 4K60fps の動画撮影が可能になっております。で、これまでの Mavic 3は 4K50fps が最高のフレームレートだったんですけども、4K で 60fps まで撮影できるようになりましたので、この辺はですね、少しパワーアップしたところかなというふうにも思います。まあ、フレームレートがですね、メインカメラと、まあ、合わせることができるということはですね、まあ、非常に、いいことかなというふうにも思いますね。この辺が、結構ですね、まあ、重要視されている方もいらっしゃいますので、この辺をですね、まあ、叶えるためにですね、Mavic 3 Pro を購入されるという方もいらっしゃいます。
しゃるかもしれませんね。はい、それからですね、スマートな撮影を実現する無限に広がる創造性ということで、フォーカストラック、マスターショット、クイックショット、パノラマ、それからクイック転送などですね、これまで Mavic 3に備わってた機能をまたさらにですね、こちらの Mavic 3 Pro にも搭載されております。はい、で、中望遠カメラの方でもですね、アクティブトラックとかですね、スポットライト、それからポイントオブインタレスト、この辺のフォーカストラックに対応してますので、さらに高品質な、まあ、1.3 分の1インチのセンサーでですね、撮影の幅も広がるかなというふうには思います。で、製品の外観ということで、ちょっともうカメラ部分がかなりですね、ごついイメージになりましたね。はい、こういった形で Mavic 3 Pro 登場しております。で、自分にぴったりなカメラドローンを探そうということなんですけども、今回からですね、Mavic 3 Pro、こちらの方が加わったことによりまして、Mavic 3がですね、製造中止という形になっております。で、DJI ストアからもですね、消えておりますので、Mavic 3の方を選択することがですね、今後できなくなっているんじゃないかなというふうに思います。で、Mavic 3 Pro の方が26万1800円からということでですね、販売されておりまして、スペックの違いがここにずらずらずらっと書いてあります。重量がですね、もともと 895g だったんですけども、それをですね、上回って 958g という形になっております。で、やはり、まあ、カメラ部分がですね、かなり大きくなりましたんで、まあ、その影響が大きいのかなというふうに思います。はい、それからですね、カメラに関しましては 1.3 分の1インチの中望遠カメラが加わっているということになりますね。動画の解像度に関しましては、ハッセルブラッドカメラでは 5.1K の 50fps、中望遠カメラと望遠カメラでは 4K60fps という形になっております。で、これまでの Mavic 3は 4K50fps でしたので、この辺がですね、ちょっと変わってきますね。それからですね、飛行時間なんですけども、Mavic 3が46分に対して Mavic 3 Pro 43分ということで、若干3分ほど短くなっております。まあ、これはもう思いっきりここのですね、機体重量が増えたことによる影響かなというふうに思います。はい、ということで、ここまでですね、一応 Mavic 3 Pro のご紹介をしてきましたけども、改めてですね、ちょっと私の方で、これまでの Mavic 3と、現在発売されております Mavic 3 Classic、そして今回登場しました DJI Mavic 3 Pro、こちらの方をですね、比較したものをですね、表にまとめてみましたので、そちらの方をご覧ください。はい、ということで私の方でですね、DJI Mavic シリーズ、こちらの機能比較をまとめてみました。で、価格に関しましては、先日価格改定が行われまして、少しですね、値下げされてましたので、そちらの価格をですね、反映しております。で、単体価格、フライモア価格、ここら辺はですね、DJI の公式ページから持ってきております。はい、で、まずですね、現在、購入できるのは、Mavic 3 Classic と、Mavic 3 Pro の2機種となりました。こちらの Mavic 3ですね、現在 DJI の公式ストアの方では販売が停止している状態となっておりますので、その辺はですね、ご注意ください。あくまでも価格とですね、あとこのスペックの比較対象として見ていただければというふうに思います。はい、まずですね、単体価格、こちらの方を見ていきますと、Mavic 3 Pro はですね、DJI RC のプロポが標準となりまして、26万1800円という価格になっております。これまで Mavic 3の方はですね、DJI RC N1 プロポがですね、標準のプロポだったんですけども、こちらのプロポではなくですね、今回から DJI RC に変わっております。はい、そしてフライモアの価格に関しては、DJI RC 付きが35万1800円。そして RC プロ付きの方が47万1800円となりました。で、さらにシネプレミアムコンボに関しましては56万3420円となります。で、続きまして機体重量はですね、先ほども少しご紹介しましたけども、元々の 895g からですね、958g ということで、まあ、カメラ部分が結構ごつくなりましたんで、その分がですね、反映されて機体重量は重くなっていると。ということで、これが影響してですね、もともと Mavic 3シリーズは46分の飛行を実現していたんですけども、43分ということで、3分ですね、少し飛行時間が短くなっているということもですね、ちょっと注意が必要かなと思います。はい。で、それからまあ大きく変わったのはカメラ部分ですね。今回はここに尽きるかと思います。
はい、まずですね、センサーサイズで 1.3 分の1インチのサブカメラの 70mm の3倍相当のレンズが加わっておりまして、3つのカメラがですね、1つのジンバルに搭載されているような形になりました。でこちらに関しましては、まあ、これまでですね、Mavic 3は2つのカメラですね、メインカメラとサブカメラの2つだったんですけども、それにさらにもう1つのカメラが加わったという形になります。はい、そしてですね、最大動画解像度に関しましては、これまで Mavic 3はサブカメラで 4K50fps までしか撮影できなかったのに対し、Mavic 3 Pro になりますと、両方ともですね、1.3 分の1インチも2分の1インチも 4K60fps まで撮影することができるようになっております。この辺は性能向上と言って過言ではないんですけども、どうやらチップセットが変わったことによって、ここのですね、撮影が実現できたということになっているようです。はい、そして最大静止画の解像度につきましては、1.3 分の1インチのサブカメラはですね、48メガピクセルというスペックになっております。でメインと、もともとついておりました2分の1インチのサブカメラはですね、20メガピクセルと12メガピクセル、それぞれ変わっておりません。ちょっとここだけですね、結構、画素数が大きくなっているなといった印象はありますね。でそれからですね、絞りにつきましては、メインカメラでは可変となっているんですけども、両方ともですね、1.3 分の1インチも2分の1インチもサブカメラにつきましては固定となっておりまして、それぞれ F2.8 と F3.4 となっております。もともとの2分の1インチのサブカメラがですね、F4.4 だったのに対し、今回は 3.4 に変わっていますので、この辺も少しスペックとしては変わっているなというところですね。はい、そして最後に、ズームなんですけども、ズームはですね、メインでは1倍から3倍までのデジタルズーム、そして 1.3 分の1インチサブカメラ、今回搭載されました中望遠のカメラで3倍から7倍をカバーしております。そして2分の1インチのサブカメラでは7倍から28倍ということで、こちらはですね、これまでと変化があります。これまでと変更がありません。ですので、この辺のですね、この倍率、この辺をですね、カバーできるようになったのは、まあ、あの Mavic 3 Pro の強みじゃないかなというふうには思います。はい、ということで、まあ、Mavic 3ですね、ここまで Mavic 3 Pro でまさかの、まあ、3つのカメラが1つのジンバルに収まるというですね、スペックになってくるとは、ちょっと私も、リークが始まるまではですね、全然想像がつかなかったんですけども、気になるのはこのですね、3倍相当のカメラをどれぐらい使うかという形ですね。ここをですね、使うか使わないかによって Mavic 3 Pro を選択するのか、どうなのかという形になりますね。ただまあ Mavic 3 Classic ですとサブカメラがありませんので、必然的にサブカメラを使いたいと、7倍相当以上も使いたいとなった場合は Mavic 3 Pro を選択することに、これからですね、なってくるんじゃないかなと思います。どうしてもこの Mavic 3がですね、今から販売中止になっていくということを考えると、この Mavic 3 Pro の、まあ、あの需要というのはですね、結構あるんじゃないかなというふうには思っております。はい、で各有私もですね、結構7倍相当のこの2分の1インチサブカメラは、ちょくちょく使ってます。ただですね、3倍のこの相当のカメラが必要かと言われると、ちょっとそこまで、まあ、あの必要性というのはですね、あんまり感じないですね。まあ、正直このメインカメラがあればあとは十分かなといった、印象はあります。先日ですね、Mavic 3 Pro に関するですね、リークが上がりましたよという動画をアップしましたけど、その時にお話ししてましたが、やはりですね、Mavic 3を現在お持ちの方は、ここに買い替える需要というのはですね、あまりないんじゃないかなというふうには感じています。やはりもう、メインカメラとサブカメラさえあれば、まあ、そこまで 4K60fps へのこだわりもないですし、サブカメラの方ですね。なので、この辺のこだわりがない方は、まあもう Mavic 3のままでも全然 OK かなというふうには思います。ただ、やはり Air 2とか Air 2S、この辺をお持ちの方で、やはり Mavic 3欲しいなと思った方は、こちらに行くのはですね、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。正直この Mavic 3の価格に DJI RC をですね、加えると大体これぐらいの価格になりますし、
それを考えるとですね、結構お求めやすい金額で出てきたんじゃないかなというふうには感じています。なので結構価格的にはですね、非常に魅力的な、価格設定になったなというふうに私は感じておりますので、Mavic 3をお持ちでない方ですね、Mavic 3シリーズをお持ちではない方はこちらの Mavic 3 Pro に、行くというのもですね、一つ手としてはあるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、これに加えてですね、この DJI ゴーグル2、こちらの方のモーションコンボということで、日本国内でリリースされました。で、こちらですね、もともと DJI のアバターですね、こちらの方が発売された時に DJI ゴーグル2ということで発売されていたんですけども、日本ではですね、アバターの方が発売されていませんので、こちらの方のですね、発売も少し延期になっていました。で、今回ですね、互換性としてこちらに書いてますけど、Mavic 3シリーズですね、にすべて対応するという形で DJI ゴーグル2が登場しております。で、この辺をですね、ちょっと欲しいなという方はですね、こちらの DJI ゴーグル2、購入されてみてはいかがかなというふうにも思いますので、この辺はですね、新たな、まあ一つツールとしてですね、活用できるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと私はですね、このゴーグル2に関しましては、まあ、アバターがもし出てくればですね、一緒にですね、購入は考えようかなと思いますけども、ちょっと DJI Mavic 3の方で、このゴーグル2を使うということが、まあ、あまり今のところ考えにくいので、ちょっとですね、こちらの方を買うのは控えておこうかなというふうには感じております。ただですね、まあ、このゴーグル2を使ってみたいという方はですね、ぜひご購入していただければというふうに思います。この辺ちょっとですね、こっそり追加になりましたんで、ちょっとこの辺のですね、こちらの動画の方でもご紹介しておこうかなというふうに思いましたので、ご紹介しました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、DJI Mavic 3 Pro の方がリリースされましたので、そちらの方の情報をお伝えしてきました。で、まあ、ほぼほぼリーク通りだったかなというふうに思いますけども、1インチと思っていたセンサーがですね、1.3 分の1だったということも、ちょっとですね、変わってきましたし、ちょっとびっくりしたのは、価格がですね、結構高くなるんじゃないかなと思ってたんですけども、Mavic 3が、販売中止となった代わりに、Mavic 3 Pro があまり変わらない程度の、価格で出てきたということで、こちらに関しましては Mavic 3をお持ちでない方は購入意欲をそそられるんじゃないかなというふうには感じています。これまでですね、 Air 2とか Air 2S を飛ばされていた方で Mavic 3をちょっと気になるなという方はですね、こちらのですね、 Mavic 3 Pro をぜひ手にしていただければなというふうに思っております。はい、まあ私の方はですね、もう Mavic 3の方を持っておりますので、この特段ですね、Mavic 3 Pro でこの3倍相当のレンズが欲しいというような感じでもないんでですね、今回の購入の方はまあ残念ですが、まあ見送ろうかなというふうに思っております。で、ここまで進化してきましたんで、おそらく今度の DJI Mavic 4になるのかどうかわかりませんけど、こちらの方はまあさらなる進化を遂げてくるだろうと思いますので、そちらの方を楽しみにですね、待っておこうかなというふうに思います。はい、ということで、このチャンネルではですね、このようなドローンに関するニュース、それからハウトゥー、さらには空撮映像等もですね、配信しておりますので、よろしければチャンネル登録の方と高評価の方いただけますと、私の動画制作の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではドローンおやじがここまでお伝えしてきました。また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは失礼いたします。